世界一おせっかいな問題集ですね予備校の授業を1回受けたぐらいの情報量で1回あたりの授業は130数円となっておりますのでジュースジュース1本分はい、こんにちは。河合塾英語科講師の山添珠樹です。こんにちは。河合塾英語科講師の宮下拓也です。宮下先生、今回はですね、速読への道速読への道ってタイトルつけちゃいけないんだけどいきなりついちゃった感じですね、はい今まではね、こう単語とか熟語とか文法とか、まあどっちかというとミクロの部分の話をしてきたんですけど、今回からこうマクロの話をしていこうかなと思うんですよね。文章を読む上で文と文、それから段落と段落のつながりってすごく大事じゃないですか。大事ですね。問題はそのつながりを体系化するというか、どういうふうにこう全体像を見るかってすごく大事だと思うんですよね。そうですね。試験でもなんかそこが問われるのがすごい多いですよね。多いですよね。このところすごいやっぱり文科省のね、入試改革の煽りで思考力判断力を重視する、その思考力判断力の中に多分つながりが入ってるんですよね。だから文政助とか文補充とかすごくこうここ数年で増えてきた感じするんですよね。多いですね。毎年ずっとね、昔からこう例えば関西大学なんかこうコンサートを出してますけども、文補充なんか特に増えましたよね。そうですね。もう全国で出てますね。そうなるとやっぱりつながりを意識して読まなきゃいけないんですけど、つながりについて教える時って先生によってどういう体系使うかって違うじゃないですか。そうですね、いろいろと。だから今回ちょっとね、こう2人どう違うかというのをですね、見ていただこうと思ってただ違うと言っても言ってることは多分ほぼ一緒なんですよね。順接逆説説明と3つあるぞという話で、順説というのは A という前提があって B という当然予測される結果が来ると。例えば熱が出て会社を休んだとかね、あと条件と結果とかですね、雨が降ったら野球は中止とか、そういったもので、それ2つ目がこう逆説、まあ、今言ったような A という前提と予想外のものとして B が導ける。例えば熱が出た、熱が出たらまあ休まなきゃいけないと、A、熱が出たしかしになりますよね。で3番目が説明と、まあ、具体と抽象ですよね、言い換えたりとか、あるいは似たような情報を並べていくっていった形で、もう一つこの外側にあるものとして時系列、特に物語文とか読むときとか、あと説明文で出来事がこう並んでるじゃないですか、共通テストも出てますけど、でそれをこう意識して読む必要があるよって話をしてるんですよね。宮下先生どんな感じで？そうですね、文と文のつながりでいくと、抽象と具体とかの言い換えとか、そういうなんか同じこと言ってるなっていうイコールの関係と、因果関係ですね、さっきありましたけれども、因果関係とか、あと対比逆説の関係と、追加というのを4つ目に書いておいたんですけども、もう一つのメリットはみたいな感じで言っていくやつですね。この4つで、あとは時系列ありますよね、あの共通テストの大部門とか、そういうのもお話をしたりしますね、授業では。はい、時系列はね、リスニングでも絵を並べ替える問題とかもありますからね、やっぱり意識して読んだり聞いたりする必要がありますよね。そうですね。自分でもすごく悩んだんだけど、先生3番目で対比逆説って書いてるじゃないですか、はい、これすごく区別しづらいんですよね。まあ確かにそうですね、うん、ワイルって接続詞ありますけど、ワイルだと両方表せるじゃないですか。じゃあどういう時に対比で、どういう時に逆説って言えるのかって、すごく区別しづらいと思うんですよ。で僕自身は対比の場合、対等な関係、例えばアメリカは個人主義で一方日本は、集団主義だみたいな、でそういうその対等な関係の場合が対比であって、逆説の場合はどっちかの情報に重きがあると。例えばさっきの熱が出たのに仕事に行ったみたいなね、でそういう関係なのかなと思うんですよね。でその辺がすごく難しいなと思いながら、はっきりとは分けづらいですよ ね。こういうつながりを考えるときに、ディスコースマーカー、リンキングワーズとかコーヒーシブデバイシーとか言いますけど、そういったディスコースマーカーを使っていれば分かるんだけど、使わない場合ってことじゃないですか。ありますね、因果関係とか特にそうですね。ですよね。入試問題なんかだと、下線部一番の理由を説明しなさいみたいなところで、大体生徒さんこう because とか探したりするんだけど、ないんですよね。そうですね。それはやっぱりディスコースマーカーを使わない方がむしろ多いと思った方が、それぐらい思ってた方がいいかなと思うんですよね。間違えてほしくないからディスコースマーカーを使うわけであって、筆者はそれがない場合であっても必ずつながりはあるんですよね。そうなんですよね。なので実際読みながら、ここ同じこと言ってるなとかっていうのを自分で読み取る力を身につけるっていうのがこれから大事になってくるかな。一文一文がある程度読めるようになったら、次はそこが大事かなと思いますね。昔社会学者のハーベイ・サックスっていう人が2歳ぐらいの女の子の発話の分析をしたんですよね。 The baby cried, the mommy picked it up. 赤ちゃんが泣いたの、ママが赤ちゃんを抱っこしたのっていうね。でその2つの文を並べた時に、もうすでにつながりができてるんですよね。うん、僕らはそれを聞いて、赤ちゃんが泣いた、だからママが赤ちゃんを抱っこしたって捉えるんですよね。2つの情報が前後に置かれた時点で、やっぱり受験生としては意識してほしいですよね。そうですね、うん、手前味噌になるんですけど、この本ってそういうところも説明してるんですよ。コラムとかでも結構細かく説明されてましたよね。世界一おせっかいな問題集ですね予備校の授業を1回受けたぐらいの実価値があるというか情報量で、ですよね。すごいなと思って読ませていただきました。1回あたりの授業は130数円となっておりましてジュースジュース1本分ですどんなうさんくさい商売
じになってて、そうそう、でもなかなかこうつながりを体系化して説明する問題集とか参考書ってそんなに多くはないんですよね。でもやっぱり大事なところではあるので、ぜひそれを意識しながら、特に文と文だけじゃなくて段落のつながりもそうですよね。あ、それも大事ですね。2014年ぐらいにセンター試験で第4問の A 問題、グラフの問題あったじゃないですか。あの長文の一番最後の段落に続く内容を選べって問題がありましたよね。で、その最初の年に出された時の正答率がね、ニュースセンターの資料だと2割弱、4択で2割弱っていうのは当てずっぽうで当てたよりも正答率は低いっていう考えない方が良かったかもしれない。そうですね。だからいかにだからもうつながりを全然意識しないかなんですよね。すごくシンプルなんですよ。例えばそのあの時の文章ってアメリカ合衆国の中で自分が生まれ育った州に一生ステイする人とあちこちムーブする人の2種類がいるぜって話だったね。で、一番最後のパラグラフの冒頭でステイする人もムーブする人も両方理由があるんだぞと。で、ムーブする人はこんな理由があるよって言ったわけだから、次に来るのは当然ステイですね。ステイする人ですね。でもそのステイヤーって入った選択肢が1個しかないのにそれすら選べてない、難しいんですよね。なのでいわゆる国公立の2次とかでも最終段落の根拠が実は1段落にあったとか、4段落と1段落つながってたとか、そういうの結構よく見かけるので、ちょっと勉強進んでくるとそのあたりに意識向けられるとかなり差をつけられるかなと思います ね。 そうですね。やっぱりだから一文一文読むことはもう絶対に必要な条件として、でもそれだけじゃなくて全体を見失わないようにすること、そうですね、つながりとかとまとまりですよね、文章全体の。それが苦手なんですよ、みんなね。そのためにはどういう勉強をするといいかみたいなのは先生は終わりですか？まあ、基本的に全部ここに書きましたけどもそれもなんですね。やっぱり段落ごとにメモを取りながら読む、まあ、メモっていうのは自分のためにするものなので、そんな丁寧なことを書かなくてもいいわけですよね。各段落ごとのキーワードをまずちゃんと自分で目をつけておいて、これが繰り返されているキーワードだと。あとつながりで一つ大事なのが言い換えなんですよね。あ、英語ってほら同じ内容でも言い換えるじゃないですか。どうしてもね、同じ表現繰り返してるとバカにされちゃうんですよね。同じことしか言えないみたいな感じですかね。そう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 、まあ、だからシソーラスでね、類語辞典が発達してるわけで、って考えるとその言い換えにもやっぱり着目してほしいと思いますね。つながり見失っちゃう子って単語が苦手で、どうしてもこうここが言い換えてるって分からなかったりするんですよね。形に着目して言い換えを探すってもちろんできるんだけど、それは限界があるじゃないですか。やっぱり語彙力ちゃんと磨いてほしいなと思いますね。やっぱり段落ごとに意味を取って、この段落と段落つながってるなとかっていうのをちょっと時間取って確認するような、そういう癖をつけるとそういったところの力が身につくかなと思いますね。これまあ文章にもよりますけども、例えば論説文とかだったら素直にこうね、このテーマこのテーマっていけるけど、小説とか物語で言うと結構難しいですよね。そうですね。それこそ時系列で流れたりとか、場面がガラッと変わったりとかもありますもんね。過去の回想シーンが入ったりとか、どういうスタイルの文章を読んでるかやっぱりすごく大事ですよね。そうですね。今回はつながりと、ね、まとまりについて気をつけるという話だったんですけれども、2人の、ね、こう書いてることは全く違っていてもっていうとこう、ね、体系化が違ってるだけなので、言ってることは同じですから、どういう言い方であってもつながりをちゃんと、ね、意識して読んでいただければと思います。ということで今回はつながりに関するお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぐんぐん読める英語長文、英文速読のための精読力をとことん鍛えます。ぜひお買い求めください。でも買っただけじゃダメだよ、ちゃんとやってね。6つの仕掛けがあります。その仕掛けを攻略することで、あなたの速読力、精読力、ぐんぐん上がります。ぜひ頑張って勉強しましょう。 You can make it! 君ならできる!